はい、岩曽です。全国の、大使ファンの方、あるいは、岩曽の軍師となっていただける方、お待たせしました。秋月さんやっていきましょう。秋月さん、ゲーム開始当初からまあ何もしてないわけじゃないですけど、ほぼ何もしてませんから、そういうタイトルで今後やっていきたいと思います。なんとなく、このシリーズの方向付けができた気がします。じゃあね、早速戦略パートはささっと進めていきましょうね。報告いたします。ほほう、どこだ、やっぱあそこか。まあここだよな。ここにまあこだわる必要はないんですけれども、何もしないのも尺ですから。ここはですね、忍びの里入れませんから。なんで連兵所なんか作ってんだ。連兵所もいりません。ここは砦ですね。はで、ここは漁村にしておきましょうか。収穫の9月までは、地味ですから、スキップしますけれども、主に砦の強化、兵力、人事異動ですね。兵力は、バランス調整になります。そういえば大内さんはどうなってんだろうね。ははーははー、この辺で同盟結んでるのがいやらしいですよね。ちなみに大内さんの、あれはどうなってんだ。お、すごい、1位ですよ。1位1位とやり合ってると。あはあ、米が6万かで8位ですよ。でも武将の数では勝ってますね。さあさあ、ではなるべく例の戦法でいきましょうね。この辺をやっといて、そうね、行きましょう。そうね、 G も大丈夫ね。いいよ。大義は我らにあり。さあさあ、援軍お願いしますよ。2だ、2か。どっちの方が強いかな。やっぱ2の3に来てもらいましょうか。2の方でいいよね。あ、2色ね。2色ね。2色さんね。さあ、さあさあ。お金ないよ。大友さんも頼むよ。ははー、割と目いっぱい来てもらいましょうか。この連合軍で行ってみましょうか。ここは島津さんと大友さんだけの部隊ですね。例の作戦で行きます。さあどうなりますかね。これどうなるのかな。毎回勝てるわけじゃないよね、多分ね。こうシャーマンですからね、明月さんは。お前来んねえかな、誰か。たかる人がいなかった。行きましょう。これで勝ったらとんでもねえな、マジで。
マジかよ。やべえ、これちょっと味を占めそうだな。囲め。これ強行でいいでしょ。米もったいねえから。皆、勝ち時をあげよう。行くぞ。出陣するぞ。本当とんでもねえな、おい。とんでもねえな、これ。あ、ごめんごめんごめん。ちょっとね、失敗するかと思ってちょっとドキドキなんですよね。このこの流れ行くと新野さんやばいですね。使いの者が来たようで。無条件ですと。やばい、これ新しい遊び方ですね。まあ決戦全部スキップって遊び方あるかもしれないですけど、これちょっとまた違いますからね。志果たせぬか。これで王子さんにいつ攻められても大丈夫ですね。うちは誰も出てませんから。米ぐらいですかね、気をつけるのは。報告いたします。負けてやるわけにはいかぬ。おい、あと3ヶ月落ちるんじゃねえか。出陣するぞ。この人たちは何も思わないんですかね。すいません、ちょっと下品な笑い方でしたね。失礼いたしました。報告いたします。着なんですかね。ちょっと強行しておきましょうか。あ、どっち落とした。勝ち時をあげよう。あ、ありがとうございます。チーン。戦利品をすべて置いていくという謎仕様ですね。これはまあ、ある程度システムの裏をついたような感じですね。まあ行きましょうか。どうしようか、これいいのかな、これ。あ、一条さんね、拒否っときましょうな。報告いたします。あー、まあ一条さんね。あ、え、あ、怒ってんのかもしかして。いや、そんなことないね。かしこまりました。もう結んでくんねえのかな。ちょっとあまりにもひどいことしすぎましたかね。とりあえず進めましょうか。他力シリーズができないとちょっとつまんないんですけど、ある程度は自分でやらなきゃいけないですからね。
どうなるのかな。あー、やっぱ来るか。我が領内に敵が迫っております。いいよ。ねえ、大友さんまだ来てくれますからね。なんで来るのかよくわからんですけど。ピッチさんはやっぱ動かない方がいいですよね。一応ついてこい。同盟結んでくれないんだね。なんでだろう。嫌われてなかったですけどね。志果たせぬか。いいよ。誰だ、すげえ遅れてるやつ。仕方ねえ、待つか。はいはいはい。まあ砦4だから勝てると思うな。報告いたします。表情を始める。あ、同盟結べるじゃんね。はやっぱちょっと怒ったんですよね。やりすぎだみたいなね。さあ行きましょうか。さっさと来い。待ち構えてるんだ俺は。いいよ。砦であるんでだいぶ余裕なはずなんですよね。はい、失礼しました。よしほとんど何もしてないけど勝ちましたね。やっぱ砦は強いんですよ。勝ち戦だ。宴の支度だ。いいよ。さあ、おうちさんからお米もらいましょう。あ、人も来たぞ。行くぜ。ついてこい。おうちさんが講和するの待ちましょう。逃しゃしねえぜ。あ、B か。お、大暴れだな。使いの者が来たようです。お前くれりゃいいのよ。戻るぞ。はいはい、スキップしましょうね。そうね、有馬さんにも滅んでもらいましょうな。大義は我らにあり。援軍くれ。ちょっと待ってね。やっぱ新野さんに来てもらおうかねえ。新野さん来てもらおうよ。1だけど、まあ1だけどいいでしょう。援軍くれ。やっぱ強い人に来てもらうのがやっぱいいな。ねえ、この2丁でしょうな。ねえ、なぜか頼まれたら嫌とは言えない。嫌とは言えないんでしょうね、なぜか分からんけど。
うん、こうですね。安っ。これで例のごとく、まあ時空を出さないで行ってみましょうね。どうなるんだな。もうこれ毎回不思議だわ。これどうなるんだ。あの王子さんから奪った兵糧で、まあ、王子さんあんま大きくならないでほしいな。今回はお米いっぱいありますからね。ちょっと大胆にいきましょうか。そろそろ動き出してきましたね。どこらも。あ、いいね、来たよ。さあどうなるかな。1600か。買っちゃうんじゃないもん、これ。わざわざ秋月さんに聞いてくるこの律儀さが何とも言えないですか。かたじけない。これ強行でいいでしょう。報告いたします。取引を行いましょう。取り計らいます。さあどうなりますかね。これな戦はせぬ。あと何ヶ月だこれ。4ヶ月か。全部は落とせないな多分。行くぞ進め。まあ行けるとこまでやってみましょうか。でもね、使いの者が来たよ。神獣ならいいんですけどね。包囲せよ。心恐ろしい。果たせぬか。報告。これあれですかね。こういう仕様なのはわかるんですけれども。は。は。なんか逆になんか今まであんまりこう気にしたことがなくて。かしこまりました。コロンブスの卵というかなんというか。は。意外ですねこういう。かしこまりました。お金貯めとこうか。ちょっと頭が今回ってないですね。この城もらい受ける。かたじけない。行くぞ。あと1畳くらいいけるかな。3ヶ月か。進め。これ負ける可能性がありますからそろそろ出ておきましょうか。まあ6000でいいでしょう。全部槍でいいな。適当。さすがに曲げるでしょこれは。ねえ、ひでえ話だなこれは。あ、そろそろまた大内さん来ますね。シャキーンって。ねえ、シャ
キーンってくるよね多分。来ねえな。あーめんどくせえからやめようか。動きを封じよ。あ、待って待って、ちょっと強行まずい。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。まあまあいいか。なんかしっくりこないんですよね。帰っちゃうでしょ、援軍は。進め。報告いたします。先月の収支ましょう。ありがとうございました。いいよ、まあいいか。なんかねしっくりこないんですよね。あかりごとなき者よ、滅びるなよ。まあいらなかったかな。手を打つぞ。妻、帰ろう。戻るぞ。動きを封じよ。多分外交プレーは足利さんの方が面白いでしょうね。なんかそういう特性があった気がしますから。塾なんか作った覚えないんだけど。はいはいはい。あれ、船から攻めてんだ。謎いをやめてください。あかりごとなき者よ、滅びるがいい。なんかあっけないな。はい、帰ろっか。戻るぞ。全く全然関係ない話しますけど、あのゴースト・オブ・ツシマっていうゲームすごく気になっててですね。あ、関係なさすぎたかな。あの出ましたらあのこの動画でもやると思います。アクションゲームですけど、まあ秋月さんは動かないで倒しちゃいましたね。
次回はあの大友さんと一戦やろうと思います。島津さんやってからでもいい気もするんですけど、大内さんは倒しておきたいんでね。あれですよ、秋月さんのねえあれですよ。は？あ、違うんだ。あ、大友さんが敵なんだ。あ、ごめん。あ、じゃあ大友さんですね。大内さんやったら大友さんですかね。今同盟結んでますけども、ね、前線するが敗れ自害したって書いてますからね。さあさあ、次回も、まあ、なるべくですよ、わけわからん攻略方法で勝っていこうと思います。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。